こんにちは、キャタリストカナダの水谷です。今日は英語のお話をしたいなと思います。今日もですね、午前中にですね、カウンセリングでですね、三重県に住んでらっしゃる方がですね、名古屋まで来てくれて、弊社のオフィスで、この先のですね、9月からの留学のプランニングを一緒にさせていただきました。他にもですね、4月の入学に向けて3月29日、30日頃にですね、日本を出発してカナダに到着して4月から高校を始める方の、オリエンテーションというね、出発前ちょっと不安なことがあるのでちょっとお話しさせてくださいという形でお話をしました。でその中でですね、やっぱり英語っていうものはね、皆さん心配だなっていうふうに思います。でもちろんね、英語がね通じるのかなとか、ホストファミリーと上手にコミュニケーション取れるのかなっていうのはあると思うんですけどね、そんな思いをですね、もう英語力につなげるしかないわけですよ。で心配な方はその心配な思いを、英語の勉強に向けてください。で、ね、英語の勉強っていうと何勉強しやいいんだっていうふうに思う方たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、ね、僕はですね、名古屋で8年ぐらい大人向けの英会話スクールを経営してました。で、まあ、たくさんの方に通っていただいて、すごい、まあ、良かったんですけど、その経験の中で僕がいつも思ってたことは、日本人の方が英語ができないなんて僕は全く思わなくて、日本人の方にの能力が足らないなんてことは全くないと思います。まあ、ちょっとだけ学び方を変えてほしいなっていうのはあるんですけど、まあ、でも一番僕が大事なのは多分練習不足なんですよ。で練習不足が一番だと思います。で知識ばっかり詰め込むんじゃなくて、中学校1年生2年生で習ったことを練習するだけで日本人の英会話力ってもっともっと伸びると思うんですよ。で練習するって何っていうと、やっぱり口に出して言うっていうことですよね。英語を話す練習、言葉に出して、そうするとこの口の周りがですね、だいぶ英語を話す口に慣れてくるし、そのスムーズに出てくると、まあ、スムーズに出てくることによってもっともっと英語が好きになる方が増えるんじゃないかなっていうふうに思います。なので今日はですね、ちょっと一緒に英語の練習をしてみたいなと思います。まあね、そんな長い動画作ってもあれかもしれないので、少しずつね、これから初めてカナダに行く中学校を卒業したぐらいのね、レベルの子で、特に子供の頃から英会話やってましたとか、特に英語が得意で英検2級とか英検準1級とか持ってますっていう風じゃなくて、本当に日本の中学の英語教育だけを受けてこれからカナダに行くぞっていう子を僕の今ターゲットじゃないですけど、こう視野に入れています。その子はね、これからカナダに行くにあたって、じゃあまずこのフレーズをちょっと覚えようかっていうところから、ちょっとシリーズ化していろいろ紹介していきたいなと思います。今日のフレーズはカナダについて、まあ、ホームステイが始まってきっと言うだろうなっていうフレーズですね。それは何かっていうと、ちょっとそこの駅まで乗せてってくれないですか、ちょっとそこの、ショッピングモールまで乗せてってくれないですか、すいません今日は学校まで乗せてってくれないですか、ちょっと遅くなっちゃった、スクールバスを逃しちゃったからみたいな感じで、そこまで乗せてってくれませんかっていうフレーズを使って英語を話す練習っていうのをしたいなと思います。で今回ですね、まあ、お願いするっていうことでリクエストっていう機能を持った、フレーズ、表現ですね、まあ、いくつかあります。で、例えば、ご存知な方と もうご存知なこともあると思うので、まあ、一番ベーシックな、言い方だと Can you? っていう言い方を使います。 Can you? 今日練習するフレーズをご紹介すると、 Can you give me a ride? Can you give me a ride? これで、乗せてってくれませんか。 Ride っていうのは、まあ、乗車っていうかね、こう送っていくことだったりとか乗せていくことを Ride っていう、ね、名詞を使います。 A ride、 それをくれませんか。Can you give me a ride? っていうので、その乗車をくれませんかみたいなフレーズでこう乗せてってくれませんかっていうふうになります。この Can you give me a ride? の後に To どこどこっていうのをつけていきます。で学校まで乗せてってくれませんですか、学校まで乗せて行ってくれませんかっていうリクエストだったら Can you give me a ride to school? Can you give me a ride to school?もしくはね、Can you give me a ride to the school? ってね、座が入っても大丈夫です。この中の会話では、どこの学校かっていうのも、お互いの会話の中で特定されているはずなので、
ここに座がついても座がついてなくても、この場合はどちらでも大丈夫です。Can you give me a ride to school? Can you give me a ride to the school? まあこの後ね、言うモールだったりとか駅とかっていうのには、座が必要になってくるので、まあ座つけてやっていきましょうかね。なので、Can you give me a ride to the school? これで、学校まで乗せてってくださいっていう表現になります。で、練習しましょうっていうのは、いくつかパターンを変えていくんです。ベーシックなセンテンスとして今ご紹介した Can you give me a ride to the school? これが一つのベーシックだと思ってください。まずこれを5回ぐらい口に出して今から言ってみましょう。練習しましょうか。で、5回、Can you give me a ride to the school? Can you give me a ride to the school? Can you give me a ride to the school?Can you give me a ride to the school? Can you give me a ride to the school? 5回、ね、こんな風に、ぜひ練習してください。一度ね、この動画止めてもらっても大丈夫です。止めてもらって、言葉に出してください。これがすごい大事です。 Can you give me a ride to the school? こう声を出すことが大事です。で、 can と you がつながって Can you? Can you?、ね、give と me がつながって Give me? Can you give me? Can you give me a rideCan you give me a ride? Can you give me a ride? このここもし難しかったらここだけ練習してもいいです。まずは Can you give me a ride? Can you give me a ride? これね、英語のね、コネクテッドスピーチっていうんですよ。単語と単語がつながるっていうのは英語でのもう発音の練習する大鉄則みたいなところがあるんですけど、まあ、細かいことはちょっと今日は置いといて、もう Can you give me a ride? を Can you give me a ride?Can you give me a ride to the school? っていう風に言うためには、ここのね、つながりを覚えてください。何回も言います。練習です。この動画でこれをもう習得しちゃいましょう。Can you give me a ride? Can 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 you give me a ride? っていう形で今練習しましょう。で、その後にどこにっていうのをつけていきます。で、今回パターンとしてじゃあ3つ練習しましょうかね。じゃあ学校と、駅とあとはモール、ショッピングモールまで乗せてって言って、The Mall、もしくは The Shopping Mall、ね。なんで、Can you give me a ride to the school?Can you give me a ride to the station? で、この The Station って言ってるのは、その会話の中で駅までっていうと、一緒に住んでる家族なので、どこの駅かは分かるじゃないですか。駅まで乗せてってって言ったら、多分今ね、僕がね、家族でちょっと駅まで乗せてって言ったら、もう家の近くにあるあの駅 に話してる者同士が分かるので The Station で、いいわけです。なので Can you give me a ride to the station? で、ショッピングモールもそうです。モールって言ったらもうこの地域にあそこしかないし、モールに乗せてって言ったらもうそこだよねっていうのがあるので、これも The Mall でいきます。 Can you give me a ride to the mall? こういうふうに Can you give meCan you, give me the, can you give me a ride to? っていうベーシックなものがあったときに、どこへっていう情報を入れ替えて練習をしていきます。Can you give me a ride to the station? Can you give me a ride to the mall? Can you give me a ride to the school? みたいな形で、これも3回ずつ、5回ずつ自分で、もしよかったらこの今字幕出てるのを紙に書いてもらって練習していきましょう。で、ここからです。ここからね、どうやって練習していくかっていうと、じゃあこの can をもう少し丁寧にするために can を could に変えてみましょう。 Could you give me a ride to the school? Could you give me a ride to the station? Could you give me a ride to the mall? っていう形でこの can を could に変えるパターンです。どうでしょう。これも、一つの Can you give me a ride to? っていうののフレーズを生かしていくつか形変えることによってすごい練習になると思います。これをね、さっとスムーズに言えるだけでもすごい、なんだろう、英語を操れるようになるっていうか、やっぱり自分にも自信が出てくると思うので、とにかく練習です。練習なので、ここからベーシックから、広げていきましょう。で、 Can you give me a ride to the school? Could you give me a ride to the school? で、もしくは最後に Please つけてもいいです。 Can you give me a ride to the school please? Or Could you give me a ride to the school please?もしくは Could you give me a ride to the school please? Could you give me a ride to the station please? っていうふうに、変えていきます。これもね、すごい大事な練習だなと思うので、
でもし慣れてきたら、じゃあ could you を彼はっていう風に聞くのも一つですね。彼は乗せてってくれるかな、乗せてってくれるかなっていう風に主語を could you から could he って書いていくりとか、ホストマザーのことに例えばにお願い、ホストマザーと話している時にホストファーザーか、ファーザーが乗せてってくれるかなってなると could he、もしくは could John とか can John give me a ride to the station だったりとか、ここを変えていくわけですね。こういう名詞入れてもいいし、he に変えてもいいし、she に変えてもいいし、そうやってそこを入れ替えていく、そうやって練習です。で、できればこの練習を、習慣化させてほしいの で、習慣化させるためには何をするかっていうと記録することです。今日やったチェック、手帳かなんかに、声出して練習する、あの水谷の出してるこの動画の練習とか書いてチェック、今日もやった明日もやったみたいな感じで、ちょっとずつ続けてみてください。びっくりするぐらい、1週間でもびっくりするぐらい、あの言葉が出てくるようになります。Could you give me a ride to the station? Could you give me a ride to the school? Could you give me a ride to the mall? こういうふうにね、こうやって、やっていくことによって、すごく練習になると思うので、ぜひ、やってみてください。他にもね、いくつか、フレーズを使って練習していけたらななんて思います。僕もですね、エージェントとして皆さんが英語ができるようになって、ホストファミリーと直接何でも言い合えるような風になってもらえるほど僕らにとって楽なことはないですやっぱりなので、もうそれでもう解決していこうっていう風に思ってます。皆さんの英語力を上げて、ミスコミュニケーションを減らして、それで僕らの、サポートをちょっと楽にするとこれも成長がね、どんなものにも成長が一番の解決策だと僕は信じてます。皆さんが成長することによって、問題が解決されていることって本当にたくさん留学の中ではあります。なので、まずは英語力を上げることによって自分が得をする、自分が楽になる、自分が楽しくなるっていうのがあるので、そのためには、練習です。練習することによって、英語はもっともっと楽に学べるようになると思いますし、自分の英語が好きになってくるんじゃないかなと思います。ということで今日はこれぐらいにしたいなと思います。最後まで、ご覧いただきありがとうございました。最後に、リクエストだと Can you hit the like button or can you hit the subscribe button for me for this channel? Thank you very much. Bye bye.